本格的な冬の到来を前に、山形市では除雪車の出動式が行われました。出動式には山形河川国道事務所の職員や警察などおよそ50人が出席しました。山形国道維持出張所では国道13号と48号、それに112号の合わせて 73.8 キロを管轄していて、除雪車や薬剤散布車など27台が24時間体制で作業に当たります。路面に雪があると、凍ったりして、スリップ事故とか多発しますので、できるだけ車間距離を取って、走行していただければなと。あと早めのタイヤ交換の方もよろしくお願いしたいなと思います。また除雪作業への理解を深めてもらおうと、蔵王第一小学校の3年生およそ60人を対象に除雪車の乗車体験も行われました。ボタンがいっぱいあって、どうやって掃除するか全然わからないです。朝っぱらからやってるのすごいなって。夜中にやる、なんか動かすとなんか気持ちよかった。除雪頑張りたいです。